い、どうも皆さんこんにちは、ゆきでございます。ということで本日が2月の3日水曜日、時間がですね午後1時55分、13時55分、まもなく14時というところで今日の動画を撮影しております。今日も皆さんに元気と情報をお届けしてまいりますので、ぜひね最後までお付き合いください。ということで僕のチャンネルでは365日休まず仮想通貨のチャートを追い続けてきた僕の、チャート分析をメインですね、その時になったリアルタイムの仮想通貨にまつわるニュースなどなど楽しくお送りするチャンネルとなっております。仮想通貨に興味があるよ、投資を始めてみようかな、 FX に興味があるみたいな方はね、ぜひねチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してもらって、日々ね動画の方を見ていていただくことで皆さんの、ね、投資にお役立ていただける、情報をね、毎日更新しておりますので、ぜひねよろしくお願いいたします。ということで今日もね早速始めていきますが、大きくですね動きました、大会ですね、昨日おとついた動かなかったんですが、ついに動き出しましたね。ビットコインが動き出したと同時にやっぱりね動き出しましたが、ただいまですねユーキ&関東新春トレードバトル、開催中でございます。2月の、4日、明日まで、エントリー可能となっておりますので、講座の解説をする、ビットコインの入庫 0.01 のビットコインね、 0.01 ビットコインの入庫で大会参加 ボタンを押すというね、この3ステップ皆さんね、やってみてください。講座の解説と、大会の参加ボタンを押すねは、動画の概要欄の方に、リンク貼っておりますので、そちらからお願いいたします。ということで、現在ね314人の方に参加していただいておりまして、日々ですね、こちら神7の発表というのをやっております。本日の神7のコーナーということでね、今日もね発表していきたいんですが、素晴らしい数字が、続々と出てきておりますが、変わらずなんですが、トップ1、2は変わらず、神1は BBKK19 ということでですね、グイグイのグイで伸ばしてまいりました。 968% 素晴らしいね、素晴らしい、結果でございます。まあ最後までね気を抜かないように、頑張っていただけたらなと思います。神2、上がってきました。あ、ごめんなさい、不動って言いましたね、間違えました。究極に上がってきました。はい、神2がですね、ズン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 の789ですね、ZZ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 Z
ラス伸ばしたんちゃうかな。素晴らしいですね。僕の動画をよく見てもらってるという証拠かな。はい、今回のね、上昇に関してはしっかりと、皆さんにお伝えしておりますので、そこが、勝負の分かれ目だったかもしれませんね。はい、神3、W ちょめちょめちゃんですね。W ちょめちゃんが 420%、 こちらも数字伸ばしてきてるんちゃうかなっていうところですね。はい、でちょっと数字落として、神4が JPXPX、 多分 500% 近くあったのが 300%、 200% 減っていうところですかね。僕の記憶が正しければでございますが、はい、で次がですね、ついに、順位がぐいぐい入れ替わっておりますが、神5イチローですね。イチロー、うん、あのイチローでしょうね、多分、うん、ありがとうございます、イチローさん。はい、どうもありがとうございますね。189% ということでね、はい、素晴らしい数字でございます。一気に上がってきましたね。あの多分この10位以内には名前なかったので、多分それよりも下から一気にグイッと上がってこられて、でもしくは上の方が多少ね数字を落としたっていうのもあるかなとは思います。はい、で神6がビーチョメちゃん、後ろがね、グバイビーかな、うん、ビーチョメちゃんが、ね、172%、こちらも素晴らしい数字でございます。はい、で神7が、こちらもねニューフェイスでしょうね、DDK68、 どっドキドキやでみたいな感じですかね。 DDK ブンブンみたいな感じですかね。はい、はい、というわけで 119%、5号機の最大機械割りぐらいですかね。はい、 119% でございました。素晴らしいですね。ここでですね、全く、神7ではございませんが、神10ではなく、サブ10ですね。間もなく神7に入るかもしれないというところに、のりやこちゃんがね入ってきました。のりやこちゃんおめでとう。頑張ってるね、のりやこちゃん。はい、最近コメントをくれてへんやんっていうことでね、一応、青を解きおりますが、はい、というわけでね、かなりこう入れ替わってきました。こんな感じでですね、1日あれば十分ね、神7を目指せる、ぐらいの値動きをしておりますので、ぜひね皆さん最後まで、トップのね、トップ7、神7の方は気を抜かないでトレードすることで、それもね下位に、位置してる方もぜひね神7を狙ってトレードしていっていただけたらなというふうに思います。ほい、というわけで、本題に入っていきましょう。今日はね、気になるニュースチラッとだけあるのでね、そこだけ、紹介していこうかなと思いますが、今日のね2月3日の見出しがずらずらずらと並んでおります。例えばですが、ここねよく買い増ししますが、マイクロストラテジーねさんが、また再びですよ、10億円分、ビットコインを追加購入であったりとか、まああとはね、気になるところでいくと、どこやったかな、
NYSE 上場の中国オンラインくじ企業がビットコインのマイニング機器を5900台追加購入、まあ、マイニングに勢力出していくよということですかね。はい、あとはイーサリアム1500ドル大台に到達と、まあオールタイムハイになってますね。またねイーサリアム、調子が良かった。これに関しても昨日の動画でちゃんと言ってるからね、昨日の動画見てない方は昨日の動画を見てください。なんやったら僕のねチャンネルに登録してない方はこんなね、有料級のね、情報が盛りだくさんでございますので、ふざけてるように見えるけどちゃんと確信はついてるっていうのをいつも言ってるやんけっていうところでね、チャンネル登録ボタン忘れずに押してくださいね。はい、ということで、次が、これね、米債券回収企業、これもすごいことですよね。返済手段にビットコインを導入したと、これもすごいニュースかなと思いますが、僕が一番気になったのはね、この一番トップの見出しですね。バイクリプト、要は仮想通貨を買うよっていう、Google トレンドが過去最高水準にまで上ってきましたよっていうニュースが入ってきてます。はい、で、今回に関して言うと、前はね、ビットコインっていうね、ワードが思いっきり伸びたんですよね。その2017年のバブルの時に。で、今現状ビットコインっていうワードでいくと、そこまで過去の2017年のバブルの時よりは、低い水準にある。ですが、もう仮想通貨ですね。仮想通貨、暗号資産を買うっていうワードが、一気に伸びてきたというところで、やっぱり仮想通貨自体に注目が上がっている。これに関して言うと、イーサリアムさんもね、立役者の一つかなと思います。要は、前はビットコインだけ爆上がりして、みたいな感じだったと思うんですが、それプラスイーサリアムのオールタイムハイも含めて、今度はもう仮想通貨自体を買いたいなって思ってる人が増えてるというところで、まあ本当にね、バブルと、名のつくね、ものになってきたんじゃないかなっていうのが今現状でございます。というわけでね、どっかで暴落するかもねっていうのはちゃんとね、頭の中には入れておいてくださいね。2017年の二の前にならないように、利確するところはしっかりと利確していくというところは忘れないようにしておいてください。まあ、ただ長期的にね、見てはる方は、長期で見たら上なので、もう常に現物をガチホと、僕のね、チャンネル風に言うと、花山握りですね。これ、花山握りを解説しますと、まあ、すごく、強く握るっていうのはよく言うんです。握力強く握ってね、みたいなこと言うんですが、そんなん言われたところで、どういう意味かわかんないじゃないですか。ハンマーバキのね、花山薫さん、皆さん知ってるでしょうか、スカーフェイス。握力が最大級なんですね。はい、トランプを全部重ねた状態で、親指でブリーンって全部ちぎれるわけですね。それぐらいの握力を持った花山さんを冠にしてですね、花山握りと、素晴らしい握力の握り方。ですね、こちらの握り方を僕は推奨しております。長期目線では上。なので、ビットコインの枚数を増やしていくっていうのはすごく重要な、ポイント。まあ、イーサリアムも含めてね、重要なポイントになってくるかなと思いますので、長期的な投資を、目指している方は、常にね、枚数を増やして、コツコツね、資産の方を増やしていっていただくと、将来的にはね、バッコリと、ね、自分の資産が増えるような形になるんじゃないかなっていうふうに僕は期待しております。あくまで個人の感想でございます。信じるか信じないかは。あなた次第です。ということでですね、まあ一応ね、バイクリプトが、かなり、水準としては最高水準まで伸びてきてますよというところですね。はい。まあなので、おとついぐらいのね、コメントやったかな、アルトコインでどれ上がりそうですかみたいな話やったと思うんですけど、今ね、アルトは全体的に今上がりきってないものに関しては、どれでも上がる要素は含まれてると思います。どれでもね。本当に名もないようなコインが、もう本当に、50%、60% とか、100% 近くのプラスになってたりもするので、ただ僕は、もうね、口酸っぱくして言ってますけど、アルト、メインアルトじゃない限りは、基本的には上がったら利確。ね、それが一番やと思ってます。うん、上がって握り続けた結果、本当に紙切れ同然になってしまったみたいなことも、まあ、あり得るのでね、なくはない。ビットコインもそうなる可能性はあるけど、まあ、アルトの方が確率が高くなっちゃうので、そこに関しては、まあ、人それぞれですが、まあ、利確はおすすめしておりますよという感じでございます。はい。まあ、あとはね、取引所データで見る、投機熱っていうところですが、Google トレンドや Twitter に関する数値のほか、取引所の新規ユーザーの登録数のデータからも、高いユーザーの関心度が示されてるよっていうところも含めてね、やっぱりこれからは、仮想通貨の時代が来んじゃねえのと、仮想通貨の未来は明るいみたいなところでね、思っておいていただいてもいいんじゃないかなというふうに、このニュースから読み取れるというところでございます。ほい。今日はね、テイクワンでございますので、ワンテイク目でございますので、元気いっぱいでございますよ。はい、というわけでですね、次が、時価総額ランキング。ビットコインがね、プラス約 10%、素晴らしい伸びを見せてきました。昨日の動画を見てください。ちゃんと言ってますよ。はい、で、イーサリアムも、12% のプラス、こちらのイーサリアムに関しては僕はね、しっかりと上に上がってくる要素があるんじゃないかなっていうことはお伝えしております。爆益取られてる方はおめでとうございます。まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録してください。ということで、リップルに関しても40円乗ってきましたが、やっぱりね、伸び率は悪いと。1%ぐらい。まあ逆に言うと、
ここでね下げ止まってること自体が前のリップルからすると、まあ、ちょっと下げ止まりが早め、もっとね下まで深掘る可能性っていうのはあったんですが、ギリギリ踏みとどまってるところを見るとリップルはねちょっとね一歩遅い時が結構あるんですよね。みんなの上げに一歩遅れてきて、で後からねあのグッと伸びてくる、マリオカート風に言うとクッパみたいなね、クッパとかドンキーコング的な感じですよ。スタート遅い、初速遅いけど最後グッと伸びてくる、最高スピードは高いみたいなね、ところもありますので、このあたりはまあちょっとねこれから先注目になってくるかなと。ただここから先下がってくる可能性もあるので、そこはねしっかりと理解した上で投資はしてください。投資は自己責任で、はい、ということでございます。まああとはねもろもろもう本当に見てもらったら分かるように、どのコイン買ってもプラスでしたねっていう感じですよね。はい、まあ、プラスもしくはプラマイゼロぐらいで、まあ一応ね IOST とかも含めて、まあ、上に上がってきてますし、まあ少ないですけどね上げ幅でいくと、はい、上がってきておりますし、エンジンコインとかもプラス 5% ぐらい、まあちょっと取り上げた部分ですね、はい、とかもうあとはもう上の方に行くと 10% 前後の、プラスが結構目立ってくるかなというところでございます。はい、というわけでね、そのままビットコインのチャート分析に入っていこうかなと思いますが、まあ一応ね、僕の言ってたポイントまでは上がってきました。チャンネルの上限ね、ここまでは、見ていいんじゃないのっていう話のところまでは上がってきました。で、そのチャンネル上限をブレイクアップしております。ブレイクアップ、ブレイクアップ、Wake me up!朝の太陽ということでね、疲れたバディ目覚めさせたわけですね、ビットコインさんも。ついにね、グッと上がってきました。で、こちらに関して言っても、昨日ね、チャンネル下限から、チャンネル上限目指す動き、僕は上の方が強いと思うよっていう話は皆さんにお伝えしております。まあ、これを信じたか信じないかは、あなた次第でしたが、はい、撮れた方は、ね、僕の動画をしっかりと見てもらってる方だということでございますね。で、ここから先ですね、この、まず一つ目。このダブルボトム、ダブルトップ決まってくるとちょっと怖いかなっていうところが、まあ、ここから先の、焦点の一つになってくるかなと。マクドナルドチャートですね、俗に言う。はい。で、これね、この流れ、ここね、もう直近で起こってるんですよ。この流れが直近でね、めちゃくちゃ、酷似している、ポイントがあるんですが、すぐ横のここを見てください。ちょっとね、縮小したような動きなんですが、すごく似てる動きがあるんですね。高値更新した、高値をつけた後下落してきて、若干右肩上がりのダブルボトムを組んだ後、再度高値にトライと。でその高値をトライした後に、綺麗なダブルボト、ダブルトップをつけて、大幅な下落と。だいたいこのね、頭のてっぺんから、谷の部分ですね、この長さ分ぐらいは落ちてきてるんじゃないかなっていうところですね。この流れがあったので、ここもほぼ一緒ですね。高値をつけた後、底打ちして右肩上がりのダブルボトームからの高値を更新と、高値付近まで上ってきてると。なのでやっぱりね、昨日も言っておりましたが393万円この付近は、要注意ポイント、もしくはちょっとね、切り下げた状態でのダブルボトムっていうのもよくありますから、この辺りからはちょっと危険区域になってくるかなと思います。はい、なので半分利確、もしくは、利確するか否か、もしくはこう、損切りラインをずんどんどんどん上げていってね、もし落ちた時に、まあ、最悪しっかりと利益を確保した時点で、利確ができるような状況にしておくっていうのはすごく重要になってくるかなと思いますので、この辺りはね、ぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、なので、やっぱりね、歴史は繰り返されると言いますか、チャートパターンっていうのは基本的にはもう全部過去のね流れをこういう風に動くと、こういう人の心理が動く、働くよねと。だからこういうチャートパターンっていうのが、まあ、今も語り継がれているわけですね。例えばダブルボトムであったりとか、ダブルトップ、マクドナルドチャートにお尻チャート、もしくは、三尊ハンマーバキチャート、ハンマーユージローチャートですね、三尊逆三尊クレヨンしんちゃんのおつんつんチャート、この辺りももうずっと語り継がれてきて、みんなの頭に刷り込まれてるからこそ、まあ意味をなすわけです。みんながあこれ逆三尊が上がりそうやなと思うから、みんながロング入れるわけですよね。はい、でダブルトップ組みそうやなって、今僕もう本当に当たり前のように言ってますけど、みんながダブルトップっていうのを意識するから、そういう風になるわけですよね。誰も意識もしてなければそのままね、純粋に上がっていく可能性の方が強かったりもするけど、あれこれダブルトップ組むと嫌やなってみんな思うから、利確するポイントを入れるわけですよね。そうなってくると結局、買いの反対は売りですから、ロングのポジションを、決済した途端に一気にね下がってくるということが起こるというところですね。まあこういった、まあ、原理原則っていうのを分かっていれば、
ある程度そのポイントっていうのを絞っていけるようにもなってきますので、こういったところをしっかりと理解していくっていうのもすごく重要であるっていうのは、頭のね中に入れておいていただけるといいかなという感じでございます。はい。で、まあ、一応ね抜けてきてダブルトップ組んで下落っていうね、前回のこのねここの流れを組む可能性はあるんですが、一応ねもう基本的には全部サポートラインに回ってきてます。例えばですけどこのね上昇チャンネルの中央線とかもサポートラインになる可能性は全然大にしては起こりうるし、しっかりと抜け切った後であれば、このね、チャンネルの上限の線がね、裏タッチングロペスで上がってくる可能性があると。まあ、要は裏タッチってやつですよね。これもロールリバーサルというか裏タッチに関して言うと、もうずっとね、説明はしてきてると思うんですが、ラインを引いてもらった時の、裏側ですね、レジスタンスラインであれば、サポートラインになる可能性が出てくるっていうのを裏タッチって言ったりしますね。それを僕のチャンネルでは裏タッチングロペスと呼んでいるだけでございますので、難しく考えないでください。そういったチャンネルでございます。簡単なワードを、あえて、言いやすく、覚えやすくするためだけのワードでございます。いい国作ろう、鎌倉幕府みたいなね、語呂合わせで覚えてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。で、この裏タッチングロペスでまだね、上昇してくるっていう可能性もあるということで、やっぱりね、サポートラインがかなり多いです。なので、押し目つけてきたら、買っていくポイントっていうのを探していくべきかなと。ただ、やっぱりね、このまま、チャンネルの上限ですから、そのままチャンネルの下限目指してくる可能性もあるし、なおかつね、この4時間足レベルで見てもらったら、雲のね、ねじれがここで起こってます。その雲のねじれに向かって下がってくるっていう可能性も、結構ね、大いに、起こり得ますので、一旦ね、350万付近までの下落っていうのは見ておかないといけないというところもございますよと。なので、今からで言うと30万円幅ぐらいの下落を見て取れるかもしれませんので、このあたりはしっかりとね、ロングを取るにしても、損切り、何かのラインを背にして、そのラインを抜けたら即損切りっていうのは、忘れないようにしておいてください。そこがすごく一番重要かなと思います。うまい人は損切りがうまい。投資、トレードが上手な人は損切りがうまいんだよっていうのはね、このワードは、しっかりと頭の中に叩き込んでね、トレードの方していっていただけたらなというふうに思いますよ。以上でございます。今のちょっと違うね今の以上でございますはちょっと違うよね、うん。はい、というわけで、そのまま、バイビットのね、ドル建ても見ていこうかなと思いますが、ドル建ても基本的には同じような形で見ております。基本的にはやっぱ上が強いのかなと。ただ、先ほども言った通り4時間足レベルで見ると、ダブルトップが怖いよっていうところは、同じくでございます。ここね、ダブルトップが決まると、大きな下落を、演出するような、シグナルですね。そうなってきた場合のネックラインは、$32,800ぐらいかなと思いますので、このあたりを割り込んでくると大きな下落を、見て取れるかなと思います。だいたい値幅的に行くと、ちょっと値幅も見とかどれぐらい落ちるかっていうのもね、みんな気になるところだとは思いますので、ここから、ネックラインまでで行くと、そうですね、$5,000幅ぐらいの下落が起こりうる、ダブルトップになりますので、このあたりはちょっと注意が必要かなというところですね。はい。なのでそうなってくるとやっぱりね、26,000とか25,000ぐらいの、ラインまでの下落っていうのは見て取らなくてはいけなくなると、許容しないといけなくなってきますので、ここはね、要注目ポイントになってくるかなと。もし下落した場合ね。はい。たださっきも言った通り、サポートラインの方が多くありますので、どこでサポートされるのかっていうのを見極めて、押し目でロング入っていくっていうのが今のね、僕の中では、合理的な、トレードの仕方になるかなと思います。その場合は、まずはね、この、上昇のトレンドのトレンドライン、にタッチですね。そうなってきた場合は、だいたい34,500とかぐらいが、サポートラインになってくるかなと。で、もう一つはやっぱり35,000ですよね。このピン、切り板は絶対意識されてくると思いますので、このあたりで買いが入ってくれば、再びね、再度の高値更新に、行く可能性もあると。ただそのまま、今のね、この上昇で、そのままね、この38,000タッチしに来る可能性もあります。で、$38,000っていうのは、さっきの円建てのね、3万円とかそれぐらいかな、のラインと、同じポイントですね。今回も、ヒゲで抜けたけど高値で抑えられたライン。で、前回の、ダブルトップをつけた時の、高値ですね。高値の、抵抗体となってますので、この38,000っていうのは、しっかりと、意識して、利確するか否かっていうのは、自問自答、もしくはそのね、その時のプライスアクションを見てね、判断していただけたらなというふうに思います。
はい、なので、まあ、同じくしてね、基本的には円建てと同じくして、サポートラインを探していくというのが今のところいいのかなっていう感じですね。なので、まあ、いろんなライン引いてみてください。高値の切り上げてるラインであったりとか、安値の切り上げてるラインであったりとか、あとは水平線であったりとか、いろんなもの引いてみた上で、重なってる部分とかやっぱ強くなりやすいです。でそこでいくと僕のラインでいったら、今のところ 34,800 まで下がってきたら僕はねしっかりとロングでポジション取っていこうかなっていうポイント、もしくは、このね、高値の切り上げラインっていうのを、これね1時間して引いたんやったかな、もう一本の白の線、うん、そうですね。1時間して引いた時に、ここね、ちょっと意識されてるかなと思ったので引いたんですが、まあ、このあたりですね。裏表で、ある程度、タッチした時に意識されてるライン。このあたりも、一つのポイントになってくるし、この前回の、前々回かな。前世から僕は君を探し始めたよ。ということでね、この水平線をね、しっかりと探し求めてもらったらいいんですけど、高値で、線を引いてもらうと。そうすると、ある程度そのあたりで、サポートラインが重なってきますので、この、35,500 とか、36,000 付近っていうのは、サポートラインと、なって叱るべきかなというところでもございますので、このあたりを背に買っていくと。もし、損切りしないの、ある程度ね、資金に余裕を持たしてるのであれば、ここから買い下がっていって、35,000 割ったら損切りしようかなとかっていう、方法もありかなという感じですね。ここはあくまで僕のね、シナリオですので、参考にするシナリオは皆さんのね、資金と、相談しつつという形でやってください。まあ、先ほども言いましたが、投資は自己責任。ということでですね、今日はねこんなところで終わっとこうかな。はい、なので、まあ、一応僕ねビットコインもイーサリアムに関してもどちらもね、強気で、説明してきましたが、こっから先はちょっとね怖い。イーサリアムはねオールタイムハイ、前回の高値を、更新してるので、まあ、ある程度まだ上にも伸びそうかなっていうところではありますが、ちょっとイーサリアムちらっとだけ見とこうか。よいしょ、いいよ。これを冷やしにすると、そうですね、前回の高値も超えてきてるので、ここから先は真空状態ってやつですね。俗に言う、まあ、オールタイムハイ ATH の、範囲に入ってきます。そうなってくると、ビットコインの、オールタイムハイになった時見てもらったと思うんですけど、皆さんやったらね、グイグイグイともう本当に、テクニカルやら、チャートシグナルパターンやったりとか全てが当てはまらない状態で上がってきたということにもなりかねませんので、ここから先のイーサリアムは、再びね注目かなと思います。もしイーサリアムを投資するのであれば、このままね上に上がってくればもう飛び乗ってもいいかもしれないですね。ただ、一旦下がってくるのであれば、14,000 ですね。あ、ごめんなさい、14,000高すぎる、1400ドルっていうところは、サポートラインになって叱るべきかなと思います。なぜなら、日足のね、僕が言ってたアセトラ、アセンディングトライアングル、イニシャル D チャートを作った上下の線にもなりますので、この辺りのサポートを、確認した上でロングで入っていくっていうのも、一つのねポイントになってくるかなと思いますので、ぜひねこの辺りは参考にしてみてください。はい、というわけでね今日は以上で終わっていきたいと思います。ちょっとねいつも以上に饒舌でね喋り続けましたが、ついてこれましたでしょうか。はい、というわけで以上でね今日は終わりたいと思いますが、こういった形でね日々、皆さんの投資に役立てる情報をね、配信しておりますし、皆さんの、ね、利益になるようなね、情報っていうのをお伝えしておりますので、ぜひね、チャンネル登録してない方はチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、ね、応援していただけると皆さんのね、トレードにお役立ていただけるんじゃないかなというふうに思っております。あとね冒頭に説明しましたが、明日までねエントリー可能なユーキー&カント新春トレードバトルが、激化しておりますので、ぜひね、参加されたい方は今からでも参加できます。口座開設して 0.01 ビットコイン入庫して大会参加ボタンを押す、口座の開設と参加ボタンを押すは動画の概要欄の方にねリンクがありますので、そちらから、口座開設と動画の、ごめんなさい、大会の登録ボタンを押して参加してみてください。あとねもう間もなく閉会となりますが、トップ7、神7の方は気を抜かずに、最後までトレードしていただけたらなというふうに思っております。ということで今日は以上で終わりたいと思います。また明日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、リアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー、質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。